モンジュロ君は今ね、セイコーマート橋本さんにやってきました。イートインコーナーはね、誰もいないみたいなので、今日もね、ゆっくりご飯が食べられそうです。今日はね、今こちらにね、見えているんですけども、336.9キロ。私のね、自宅を出てから336.9キロ走りました。だいたいね、東京名古屋が350キロ、仙台がね、300キロということでね、私は今日は名古屋まで行きました。と北はね、仙台より北に進んだということになります。このようにしてね、私どもは、月にね1回程度この300キロぐらいのね機能維持訓練をやっています。そうしないとですね、午後6時です。ちょうど6時になりました。そうしないとね、私も、年寄りなので運転がねだんだん鈍くなってしまいます。池袋でねあったような踏み間違いだとか、そういったね、ことを起こさないためにも車に慣れてね、車を確実に動かせるようにということでね、モンジュロ君と日々訓練をしています。ではね、セイコーマート橋本さんで、今日はねどんなものがあるか楽しみです。今ね、買い終わりました。今日はね、北のポルトサラダとですね、それから今日温めてもらいました具沢山のね豚汁、それからキクチャンネルさんがね、この間、ご自宅で食べていたふんわりね卵のオムライスということでね、これを買いました。今日ね、これが夕飯となります。ちょっとこうね、さっき自分で買った、日光駅のね入場券を大切に持っています。いつもね、今冬眠しているモンサブローに入場券取られちゃうもんですから、テト君もね入場券を集めています。いつもね帰りのモンサブローに取られちゃって大変辛い思いをしてるんで、今のうちにね冬眠してる間にということでガンガン集めてるみたいです。今日モンジュローのねお財布から150円ね出したみたいです。今日はねこれでこの3品を食べて夕食になります。明日はね、後で動画にあげるんですけども、山崎デイリーストアというね、コンビニストアがあるんですけども、そこでですね今ね春のパン祭りということでパンを一つ買うとね点数がついています。その点数をねモンジュルはコツ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 集めています。そしてそのね、点数が28点貯まるとですね、陶器のね、お皿がもらえるということでね、お皿というかボールっていうんですかね、ちょっと私よくわからないんですが、そのボールがもらえるのでね、それを楽しみにしてみたいです。もうね、23点か4点貯まってるみたいなんでね、明日またね、お弁当をそこで買うと4点ぐらいね、もらえますので、モンジュロは、セイコーマートのね、このセコマカード、セコマカードじゃないですね、こちらのセコマカードと、それからね、山崎の、デイリーストアをね、うまく使い分けて、お得に買い物をしています。ではね、この具沢山のね、豚汁が冷めないうちに食べたいと思います。今ね、モンジュロ君は、ホットシェフを食べ終わりました。橋本さんのね、イートインコーナーです。先ほどね、店長さんとお話をしました。関東ではね、やはりここだけしか空いてないそうです。本部としてもね、この武漢肺炎ウイルスのね、感染拡大でもしクラスターが起きたらということで非常にね、慎重になっているそうです。ですから他のね、関東のお店は全て閉まっていますが、橋本さんをね開けていただいています。席数で見るとね、やはり12、3席、14席ぐらいありますかね。とてもねありがたく思っています。先ほどもねお客様が何人かここでねご飯を食べていました。
通の下のね、お客様もみんなね、ルールを守って黙食をして食べています。ですからね、ここでクラスターが発生したというのは一切ありません。私どももね、今マスクをしながら食べてる時はね、マスクをしない黙食をしてるんですけども、文字のことね、今はマスクをしながら話をしています。とうとうね、93店舗の関東にね、セイコーマートがあるうちの1店舗になってしまいましたが、橋本さんはイートインコーナーは開け続けていきます。ぜひね、皆様も橋本さんを応援するために、埼玉県吉川市のね、セイコーマート橋本さんに置いていただければなと思います。今ね、帰ろうとしたらば、文次郎君がね、サイダーがないよということでね、サイダーを買いました。あとね、とても安かったんで、あのね、デカビタ C、 これね、美味しいんですよ。っていうか、なんかロイヤルゼリーエキスとね、ビタミンが入ってるということで、これね、いつもスーパーで買ってるんですけど、今日ね、1本99円ということで、とてもお得に買いましたんで買っちゃいました。あとね、北海道フェアということで、ハッピーターン北海道チーズ味ということね、これ北海道限定だそうです。初めて見ましたんでね、文次郎君と一緒に買いました。あとね、北海道といえばスープカレーということで、柿の種のね、スープカレー風味ということで、これも北海道限定で北海道しかないみたいです。面白そうなので買ってみました。あとね、いつもの柿持ち上げ、これがないと私ね、口が寂しくてしょうがないんですよ。あとね、これはセイコーマートの商品ではないんですけども、ラシェクレーというやつですかね。これね、なんかホワイトデーのね、お返しにということで、あ、バレンタインデーのね、お返しにということでね、こちら置いてありました。今日はね、こんなものを買いました。あとね、これが安かったんで、ちょっとお腹が空いた時にね、食べようということで、オレオのね、ビッツサンドということで、これも結構美味しいんです。結構量ありますよね。今いろいろとね、オミクロン株で原材料が上がってね、製品が上がっているということで大変なんですけども、セイコーマートさんはね、こういったものを安くね、提供してくれてます。皆様もね、ぜひお近くにセイコーマートありましたれば応援してあげてください。またね、皆様が、来ていただくことによってね、セイコーマートが認知されて、関東にもね、少しでもお店がね、1店舗でも増えることを我々はいつもね、願って配信しています。3月10日にはね、関東で93番目ですかね、94番目ですかね、のお店ができます。その取材もね、進めていますので、お楽しみお待ちください。では今日はね、このようなものを買ったということでね、文次郎君がもう帰りましょうということでね、もう文字の車の方に行っちゃって今戻ってきました。またね、25日、今度はね、25日は5のつく京都の日で、ペコマチャージの日、それからね、カツの祭りということで、今月の25日金曜日はとてもお得な日です。ではね、また文字の君とセイコーマートでお会いしましょう。本日もね、ご来店ありがとうございました。